っとびっくりして、ね、今回これ皆さん何見てこられたんですか。松田選手の SNS で知ったよって方、はい、すごいやっぱり。やっぱ発信力ありますね。はい、あれ、あ、すいません、入ってませんでした。はい、大丈夫です。はい、日産プリンスへの YouTube 並びに SNS で見てきたよって方。ちょっと待ってください。こんな感じで進めていきたいと思いますので、はい、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんお気づきだと思うんですけど、そんなに堅苦しい感じではないので、ちょっとこう、ね、はい、せっかくの三重県なので、うん、のどかな感じでいきたいなと思うんですが。そうですね、はい、まあ、僕ね、ここ四日市ですけども、僕は桑名市なんで、まあ、ここから多分車でどうだろう、20分ぐらいですかね、混んでなければね。まあそのあたりで、たまにね、まだ若い頃なんかは、僕はそこの四日市港でね、なんかいろいろ妄想するのがあるかもしれないですけど、結構いましたよね。そうですね。これちなみに三重県の方が大半ですかね。三重県の人。三重県の人。あ、嬉しいな。県外から来たよって方。あ、結構いらっしゃるんですね。で、まあ、せっかくね、その県外の方、はい、今日ちょっと、ね、質問を考えて、はいはいはい、まあ、せっかく、まあ、三重県のね、松田選手なので、うん、三重県でね、その四日市港はちょっとやんちゃな方が多いので、三重県に来たらここのドライブスポット、はいはい、ぜひおすすめだよっていう場所があればね、三重県内外の方にも。そうですね、まあ、僕昔山は攻めてないですけど、はい、鈴鹿スカイラインなんかはね、よく行きますよね。車でもいいんですし、あと何ですかね、僕自転車っていうかね、ロードバイクもやるんですけど、ロードバイクで鈴鹿の峠上がるともう結構心拍数やばいですね。それはトレーニングの一環。トレーニングの一環です。はい、かなり大変。鈴鹿スカイライン、ちなみにね、伊勢志摩スカイラインというのもあるんですけど、ありますね、はい、ちょっと前までね、日産がイーパワーロードっていう名前でやって、もうちょっと終わっちゃったんですけど、あ、終わっちゃったんですか。早いですね、はい、あちらに行かれたりとかは。あそこもいい場所ですね、はい、僕ね、実はね、三重テレビでジョージアの缶コーヒーの宣伝出たことあるんですよ。見たことある方。あ、何人かいるんですね。はい、あれでコーヒー飲みながら、あそこの伊勢志摩で、なんだかな、Z のオープンに乗りながら撮ったことありますね、確か。あ、大丈夫ですか。はい、はい、なんか変なこと言いました。大丈夫です。マイクが遠い、気をつけます。はい、ということでね、ぜひ、じゃあ三重県内外の方でも、多分行ったことのない方も。そうですね、まあ、スカイラインというね、名前がね、名前がね、はい、僕大好きなんでね、スカイラインね、はい、最近スカイラインニスモまで購入しちゃいましたんで、はい、ちなみにね、今日も置いてありますから、ね、はい、オーテックの33のね、GTR の33をなんか購入しちゃいまして、はい、オートサロンに展示までなんか頼まれまして。そうです、もう来月。来月ですよ。はい、松田選手のブログとか SNS チェックしてる方だと最近よく出てきますよね、 R33 が。ねえ、はい、R33 のヘッドライト、みんな困ってますよね。乗ってる人いないか。もしかしたらいらっしゃるかも。YouTube でもね、今日配信してるので、はい、R33 乗ってる方用に。そうです、はい、ヘッドライトまでね、ちょっと僕のスポンサーでもあるベレーノさんっていうね、はいはい、そのホグライトとかいろいろライト、LED のライト作ってる方なんですけども、僕がどうしてもね、もうヘッドライトも今高いしっていうことを言って、まあいろいろディーラーさんのね、お話も聞いたときに、やっぱりじゃあライト作ろうよっていう話で。ライト作ろうよ。はい。そんな軽いですからね。軽いノリで始まったんですけど、それで作っちゃったんですよ。はい。それが、来月の東京オートサロンで。そうです。松田選手の車も。はい。一緒に、一緒にとかも。一緒です。僕の車の赤の33の GTR と、はい、今日乗ってきたオーテックのフォードアの33を展示して、はい、でなおかつ僕のパーカーが最近できたんですよ。うん、SNS 知ってます？あ、嬉しいですね。そちらの販売も。そちらの販売もオートサロン限定にするかちょっと今迷ってるんですけど、いいですかね？オートサロン来てくれますか皆さん？あれ、
あれなんかちょっと今日はね、今日はちょっと持ってきてないので、今日はぜひそちらの日産グッズの購入をねしていただけると。そうですね、はい、ディスモグッズをね、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。なので、ちょっと話それましたけど、三重県に来たらぜひ鈴鹿スカイライン、はい、ぜひお越しいただいて、伊勢志摩スカイラインもね、そうです、行ってもらって、これもね、すみません、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、はいはい、弊社の YouTube チャンネルで、うん、伊勢志摩スカイラインの方はイーパワーロードで撮影に行ってますので、お山頂に登っていただくとすごい景色いいですよ。いや、いいですね。それからちょっとこう見ていただくと、私の実家見えますので、ぜひ探していただいて、はい、どんな形してるか多分皆さん知らないです、はい、で見つけたよって方には後でプレゼントを渡しますので、ぜひドライブに。どんなeパワーでもらえるんですか？E パワーセレナもらえるんですか？注文書渡します。サインして返してください。こんな感じでやってますけど、はい、皆さんついてこれてますか？大丈夫ですかね。とね、あとぜひね、その僕ちょっと聞きたくて、はい、せっかく、三重県地元トークということでね、今日はいろいろレースのお話聞きたい方もいらっしゃるかとは思うんですけど、ちょっとお待ちいただいて。僕ね、食べるの好きなんですよ。食べると好きですね。最近ちょっと僕レース終わって、ちょいちょいね、忘年会シーズン で、ね、ちょっと1キロぐらい太っちゃったんですけど、はい、また痩せないといけないんですけどね。この三重県に帰ってきたら、はい、絶対ここに行くよとか、ここのこれが好きっていうのはありますか？ここがこれが好きですか？意外とね、僕ね、松坂牛とか大好きなんですけど、はい、あんまり意外じゃないですよね。意外じゃないですね。めちゃくちゃ食べてそうですけど。いや、食べてそうに見えるじゃないですか。でもね、好きなの実は鶏焼肉が好きです。鶏焼肉うまいですよね。三重県の方やったら最近ね、 B1 グルメでもね、優勝したんですよ。で、なんか、ね、初め行った時松坂にね、はい、あって、だから松坂牛じゃなくて、松坂の人はね、松坂牛なんか食わないよ、鶏焼肉だよとか言って、初めて連れてかれて行ったらめっちゃ美味しくて、最近鈴鹿にもできたんですよね。そうですね、鈴鹿にもお店、四日市とかでもね、最近結構三重県中に広がってきてるので、うん、三重県の方やったら鶏焼き知ってますよね。知ってますね。県外の方でも知ってる、ね、ね、焼き鳥っていうと串に刺さったイメージですけど、うん、三重県の鶏焼きはこう網の上で焼くんですね。味噌だれでね。そう。すみません、これディーラーのね、トークショーで、はい。なんで鶏焼き肉なんですか？三重県の、ね、話を。じゃあ結構、はい、こちらに帰ってこられたら、はい、鶏焼き肉行きますし、あとはどうですかね、僕 の実家というか桑名の方にはね、最近ね、味金っていうラーメン屋があって、なんかね、スタミナラーメンだったかな、何だったかな、あ、ベトコンラーメンや、名前忘れた、ベトコンラーメンが結構行ったりとか、あと何だったっけ、花火、はいはいはい、有名ですね、有名ですよね、台湾まぜそばとかね、なんか太るもんばっか食べてますね。やっぱりこうね、三重県のね、美味しいもの、はい、まあ、もちろんね、三重県には鈴鹿サーキットもありますし、うん、ね、県外から来られるとか、レースでもし行かれた際はぜひ。あとね、食べるって言ったら、まあ、さっきちょっとね、食事系だったんですけど、はい、スイーツで言ったら安永餅とかね、はい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 、でもね、長餅とかでも2つぐらいメーカーがあって、はい、桑名駅の近くにある、はい、長餅がめちゃくちゃうまいです、焼きたてで。そっちの方が美味しいって言っちゃったら怒られるから、ぜひ買うときはそちらでぜひね、で買ってもらってもいいかなと思います、はいはい、でそのちょっとちらっとお話出ましたけど、うんうん、これ YouTube でね、ぜひうちのチャンネル見ていただきたいんですけど、はい、僕はもともと一般社員なわけです、はい、別に YouTuber として会社でね働いてないので、ちょっと僕も、ね、太ってたんですよ、やっぱり。あ、そうですか。太ってて、嫁からですね、はい、あんた少しはちょっと人様の前に曲がりなりにも出る仕事やから、はい、痩せろと。なるほど。言って12キロ減量したんですよ。すごいですね。でそのうちの YouTube チャンネル、去年の最初の方から見ていただくと、痩せていく過程が分かると思うんですけど。いや、でも大丈夫です。僕もね、実はね、めちゃく太ってたんで。いつ頃？2014年のね、多分皆さん知ってるかもしれないんですけど、僕こっから10キロ太ってたんですよ。僕も同じぐらい。そう、レーサーの方って、はい、こう例えば今日もね、ちょっと展示車両、レース車両で皆さんあると思うんですね。中もね、今日せっかくなんで見れるので、見ていただくとね、説明をね、こう、はい、
ゼロワンの。ゼロワンの、ね、はい。社長が。社長がやっていただく。ご説明していただけるんですけど、まあ、はい、すごい細部にこうカーボンちょっとでも軽くしようとするじゃないですか。はい、でも増田選手が10キロ以上太ってると、はい、全て無駄になりません。無駄になります。だからね、もうあの時ね、僕ロニー選手と一緒に組んでたじゃないですか、はい、僕が太ってたからベルトが2つあったんです。腰ベルト、腰ベルトがサイズが違う、サイズが違うんで、でもあのメカニックが 間違うから、ね、もう痩せてくれって言われてから頑張って痩せて、で10キロ、その時で10キロ痩せて、多分最終戦の 2個前ぐらいにロニー選手と同じベルトになったんです。結構頑張りましたよ。やっぱりこう例えば10キロ違うとスピードも変わってくる。いや、やっぱ変わりますよ。GT で言ったらね、ウェイトハンディ性があるんで。サクセスウェイトを勝手に10キロ持ってきました、ね。持ってきてましたよ、ね。いや、だからね、あの今ね、あの3号車に高越選手とか、ね、千代選手とか、あと、ね、24号車大輝選手とかいるじゃないですか。みんな華奢なんですよ。そうですね、皆さんシュッと。で、僕なんかもあの昔の人で、あの昔はあの革捨てないでしょ、フォーミュラー乗ってて。で、あの体力もあの GT と同じ距離の300キロ走ってた、はいはいはい、で首もあの鍛えなきゃ、腕も鍛えなきゃで、筋肉質なんですよ。まあ、食ってたっていうのもありますけど、はい、そうです。で、それで、今の子ってもうパワー捨てついてるでしょ、はい、だから腕の力いらないでしょ、いるの持久力だけなんで。やっぱ体力は体力必要、持久力は必要なんですよ。だからみんな華奢でも乗れちゃうから。だから僕よりも千代選手で言ったら10キロ軽いでしょ。で、だから大輝選手だったら15キロぐらい。だからみんなよりもウェイトハンディ積んで走ってるんですよ。勝手に持ち込みで。そうなんですよ。で、ロニー選手と多分6キロぐらいかな。ロニー選手もね、痩せてますから ね、シュッとしてますから。マサ選手がね、別にシュッとしてないわけじゃないっていう、ね、いや、ちょっとどうだろう、10年前かな。だから2014年の時はこっから10キロ太ってたんで、80キロ近かったんで、お前レーサーかって言われましたけどね。そうです。でもそれでも早かったら別にいいやとかって思ってたんですけど。かっこいいこと言いましたね、今ね。あ、そうなんですよね。あの、某ね、あの片岡選手はね、あの結構ね、あのおっさん体型、あ、まあ、YouTube もあってましたね。全部残ってますね、これ。あ、やばいですね。でもね、昔ね、あの僕とあのもう一人、あの松浦康介ってこう、はいはい、まあ、300走ってる。あの、で、僕も太ってたんで、いつもドライバー、ブリーフィングの時にドライバー集まるじゃないですか。その時に今日何キロやったって言って今日俺勝ちやなとか多い、あの多いと勝ち、多いと勝ち。ちなみにでもそこからこう減量をね、はい、とか食事制限をされる、はい、僕はね、あのちなみにこう奥様の、はい、手料理お弁当で、あ、弁当ですか。弁当でこうひたすらこう、うん、なんかこう、あの一般の会社員なんですけど、はい、うん、別に何もトレーニングしてないんですけど、はい、なんかダルビッシュみたいなメニューを。ダルビッシュ、そんなの調べたんですか。胸肉とキャベツとか、はい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 、ひたすら食べてやったんですけど、増田選手はこう減量はどうやって。いや、僕はもう汗かきましたね。サウナ。いやいや、サウナ好きなんだけど。まあまあ、サウナもあんまり好き得意じゃなくて、はい、もう GT でも暑いのにもうね、普通の日も暑いことも嫌やなとかって思うから。やっぱあの体化服の中はすごい暑いっす、暑いっす。今日も見てもらったらね、分かると思うんですけど、エアコンもなければ。そうですね、内張りのあのね、中も全部、その普通の車ってね、あの、まあ、熱がこもらないように、はい、まあね、断熱材とかすごいやっぱり入ってるわけじゃないですか、はいはいはい、だけどもう軽くしたいからそういうの一切ないから鉄板だけじゃないですか、はいはい、で配管が出てるでしょ、あのエンジンから周りに。もう熱せられるんですよ。もう大体何度ぐらいこう体感。いや、もうサウナぐらいです。サウナぐらい、サウナぐらいです。でも、もし増田選手の気分を味わいたい方は、ぜひあのサウナに行って、レーシングスーツ着て、着てヘルメットかぶってやっていただいたら。大体ワンスティントで何分ぐらいですかね。ワンスティント大体50分とか、50分ワンセットでぜひ。すごい体力ですよね。いやいや、もうすごかったです。昔はそのやっぱり今の GT カーってあのマフラーがね、直列4気筒のエンジンなんで、あの僕ら左側に座ってて、右側にあのマフラーが出てるんで、まあないんですけど、昔 V8 の頃はあの足の、まあ、ペダルとかあるじゃないですか、ペダルの真ん前にあの配管が通ってたんですよ。そこを通すしかないないっていう、嫌がらせではなくて、嫌がらせじゃなくてもそこしかないそこしかないんですよ。
でそれを昔はあの鈴鹿1000キロありましたよね、ありましたよね、1000キロ2人で走ってるんですよ、500キロずつ、単純にね、単純に言うと。でそれを大体どうだろう、1時間ぐらいこう分けて走るわけじゃないですか、はい、だからもうめちゃくちゃ暑くて、最後足の裏水ぶくれになるんですよ、水もうここがもうパンパンに腫れて、もう水ね、分かりますよね、あの腫れてる、どうしよう、針刺して水抜こうかなみたいな、ライターでちょっと、ね、針上げて、そう、ちょっとどうしようかなっていうぐらい、もう水、もう本当、やけどですよ。でこのレース終わった後って、やっぱ体重も減っちゃう、減ります、どれぐらい減るんですか、体重は大体どれぐらいだろう、3、4キロ減ります、1レースで、1レースで、で、その夜に戻す、そうです、もう水、っていうかね、あの人間の体の大体水分じゃないですか、はい、だから水分で、大体こう終わると、もう水がぶ飲みするんで、初め降りた後はあの大体3、4キロ減ってるんですけど、水で大体に、まあ、2キロぐらいまた太るんで、だからまあ実質で言ったら1キロぐらいじゃないですかね、体脂肪の燃焼とかその辺考えるとね、すごいですね、でもそう考えると、いやだからもう本当ね、暑いのなんのっていうかね、みんなサウナ入ってこうなんか想像できないかもしれないですけど、できないですね、もう本当今年の夏は本当暑かった、今年はね、今年の夏はでもね、ちょっとこういろいろね、ありましたね、ありましたね、ありましたね、僕ね、もうレースよりちょっと大変なことがね、こうありましたね、はい、もうこんなね、あの笑ってあのトークショーできるかなって思うぐらいね、そうですね、本当に大丈夫かなって思いぐらいね、いろいろありましたけどね、こうやってね、年末に向けてね、増田選手の笑顔が見れるってことで良かったですけど、はい、ね、うまいこと言ってないですよ、はい、うまいこと言ってないですよ、はい、ちなみにあの現場レース見てたよって方、ああ、やっぱいらっしゃるんですね、はい、多分全員生きた心地してないですからね、そうですよね、生きた心地してないですよね、こっちもね、はい、大変でしたけど、でもね、あのそれこそこの近くの四日市中央病院でしたっけ、はい、あの医療センターまで運ばれて、でその後ね、あのまあ復帰 したいっていうのがあったんで、鈴鹿の海生病院でね、あの、まあ、トレーニングジムがあるから、はい、そこでじゃあちょっと手術してね、あの復帰に向けて頑張ろうって、まあ、2ヶ月間レースが空いたから良かったんですけど、ほぼ1ヶ月半ですよね、リハビリとトレーニングともいろいろやって、ね、まだでもね、こう見せるとこれまだパーツが刺さった跡とか、ここを塗ったりとかして、でここなんかもまだ触ると あんまり感覚ないんですよ、まあ、あの多分それバーンって当たって、多分ちょっとまだ神経がね、ちょっとうまくいってないっていうのもあるんですけど、まあ、まあまあでもだいぶ良くなってきました、はい、皆さんはね、ぜひ安全運転で、そうです、はい、はい、お願いいたします、ダメですよ、僕みたいに空飛んだらね後ろからね、いやでもね、あれなんでジャンプしたか分かります、分かんないですよね、あの普通の車スピンしたらね、ジャンプすることないんですけど、ないですね、僕らの車ってこう走るためにこう押さえてるじゃないですか、ウィングつけたりとか、ね、あのまあ、エアロパーツがついて、僕の場合はパーンって当たって後ろ向いたんですよ、そうですね、後ろからで後ろ向いた瞬間にアップフォースって言って、飛行機と同じ原理が逆になるんですよ、だからそこで急に離陸したんですよ、ダウンフォースから時が流れてそう逆に離陸しちゃったんですよ、だからえ、なんで浮くのみたいな感じだったんですよ、僕からすると、だからそういうそれぐらいあの前からは抑えるけど、後ろ向いた瞬間に飛行機とかです、浮いちゃうんです、離陸したんですよ、離陸しちゃいました、初の、はい、もうセントレアまで行っちゃうかと思いましたけど笑えますけど、ね、笑えますけどね、今ならね、あの網があったんでね、そこまでいかなかったんですけど、はい、でね、今日あとね、今日、まあ、そのレースね、好きな方と、はい、あと、うん、まあ、お子様も多いんですけど、はい、ちょっとね、あのこう僕らもこう、なんていうんですかね、こう、はい、いろいろ好きになるね、こう、うん、影響を受けるものってあるじゃないですか、はい、何かのきっかけに、うん、まあ、音楽が好きで、この、はい、どのバンドが好きでとかあると思うんですけど、そのレーサーになるにあたって、はい、こう僕結構漫画好きなんですよ。漫画好きですね。漫画好きですか？漫画大好き。漫画大好きっていうか、まあ、読むことは最近ないですけど、昔読んでましたね。そのレーサーにこうなるきっかけになった一つで、漫画とかっていうのはやっぱ影響あったりするんですか？ありましたね。レーサーで言ったらどうだろう。昔で言ったら、まあ、知ってるかな？サイバーフォービラーとか知ってる人います？ああ、知ってる。
あ、知ってる。え、知ってんの。知ってるんだ。絶対知らない。ごめんなさい。ごめんなさい。すごいな。僕らの時代、サイバー防備なんて、ね。サイバー防備の。はい。聞いたお父さんが知ってる。聞いた、あ、お父さんが知ってる。お父さんが。あ、多分世代一緒なんですね、お父さんもね。もう、年分かりましたもん。これをね、質問を考えた時に、僕らのね、はい、中では、やっぱりこう、有名どころのね、はい、こうなんか、なんちゃら D とかね。あ、イニシャル D とかね。イニシャル D とかね。イニシャル D とかも、もう見てましたけど、でもね、なんかね、あのサイバーフォービアはね、結構レースにすごい、近い、ちょっと未来チックなあの番組やったんですけど、なんかそれ見て、あ、レーサーってかっこいいなとかって思ったりとかして影響を受けました。そのお子様もお父様の影響でもしかしたらサイバーフォーミュラ見たらもうレーサーになりたい、松田選手みたいになりたいと思いますよね。なれない、なれない、なれないですか。わかんないですからね。わかんないですよ。あの夢は大きく持った方がいいですからね。でね、今日ちょっとね質問が来ておりまして、はいはい、弊社の、うん、ちょっと社長から社長ですか、社長から質問が来てまして、はい、ちょっとどうしたらレーサーになれるのかっていうすごいシンプルな質問なんですけど、あのぜひ ね、 あのね、もしかしたらレーサーね、この中でも先ほどは整備士の、ね、こう、ね、車が好きでこう車を触りたいとかもあるかと思いますし、うん、もしかしたらこう増田選手みたいなレーサーになりたいっていう子がこの中から出てくるかもしれないので、はいはい、それで言うとレーサーになりたいってこと、あ、どうしたらなれるかってことですか。なり方がね、そうですね、まあでも、まあ、まずはカートですよね。レーシングカートをやることから始まるんですけど、はい、そこでやっぱりある程度結果を残してれば、はい、あの上がっていけると思うんですよ。で最近は僕もあの日産の前で言うのがあれなんですけど、はい、ホンダのスクールに入ってたんですよね。あの鈴鹿でやってたあの SRF っていう SRS ホンダさんのね、ホンダさんのねそう、まあ、三重県なんで、三重県なんでね、はいはい、まあだから鈴鹿でのね、その、まあ、スクールに入って、で、まあ、それがね、あの結構まあやっぱり高いんですよね。高かったんです、うん、結構で、まあ大学4年行くのと大体同じぐらいの金額が1年でかかるんで、1年ですでもそれをだから、まあ、僕は勝負して、ここでダメなら僕はレーサー諦めるっていうね。だからある程度最近で言ったらもうカートで結果が出ないんだったらまあ諦めるとか、まあ、例えば車に携わる仕事だったらメカニックだったり、だから僕もレーサーダメだったらひょっとしたらメカニックチャレンジ行ってたかもしれない。違う方からの参戦をしてたかもしれない。だからやっぱレースは好きで、車が好きで、あのレーサーになりたいって思って、でもやっぱり全員が全員なれるわけでもないんで、その中で生き残ってやっていかなきゃいけないんだけど、でもいざレーサーになると毎年交渉じゃないですか。はいはい、もう大変ですよ、本当。なったはいいけどね、本当もこの時期あの、ね、交渉して、ね、はい、あの来年の年俸とかね、もう下世話な話ですけどであのスポンサーの方にね、はい、頭下げて来年もお願いしますっていうね、あのもうそういうのしないといけないですねまあでもね、そういう活動で毎年、まあ、僕18からまあプロの世界入って、ね、もう何年ですか、25年、今年おいくつ？僕40だから 4になりましたね。になりました、はい、半分ぐらい、半分以上がもうレーサーとして、レーサーとしてやっていきましたからね、はい、だから大変ですよ、本当に。ためといてください、ためといてください、はい、カートやってね、カートでちょっとこいつ目があるなと思ったらね、だけど挫折して、あ、もう無理やなと思ったらきっぱり諦めるのも大事だと思います、はい、ですって、お母様っていう、もしかしたらね、でも、まあ、今日ね、本当にこう、ね、お子様もいらっしゃるので、まずはカートから。そうです、そうです、はい、でもね、あのレースのね、その携わり方って、例えばドライバーだけじゃなくて、最近ってすごいですよ、エンジニアとか、はいはいはい、データのエンジニア、例えばパソコンの、例えば今さっき言ったあのダウンホースの出方だったり、足のストロークのセンサーとかついてて、それを全部こう計算でデータでまとめて、それをエンジニアが、ね、こう車を作っていく中で、あの車を速くしていくんですけど、そういう人たちの人でも今足りてないんですよ。だからそういうところから入っていく人もいます。
はい、学生フォービラーとかあるんですけど、はいはい、あの学生、まあ、大学でそういう自動車学科に入ってそういうことを勉強してレースの世界に入ってその車を作る人たちにもなるとかね、そういうのもあります。でこうね、まあ、多分今日来られてる方は皆さん多分車好きだと思うのでね、はい、いろんな携わり方が、ね、見るもよし、うん、そうです、乗るもよし、乗るもよし、あとね、まあ、うち日産プリンス家販売ですので、ね、はい、買うもよし、買うもよしです、はい、はい、今日いっぱいあれじゃない、売らないといけないじゃない。そうです、あの今日日産車乗って来られてる方はちなみにあれ案外少ないですね日産車以外乗ってるよって方、あ、上げにくいですよね。いやでもね、あれじゃないですか、今日もいっぱいあの交渉しないといけないですね。そうですね、あの、はい、やっぱねこう松田選手好きでね、うん、こうどうですおすすめの車は今買うならこれっていう、僕が言うとねちょっとやらしいね現実味がねすごい。いや僕が言うともう GTR か Z になるじゃないですか。いやでもね、そうしましょう。いやでもね、それ以外でも実際って意外とね、あの最近で言ったらね、あのオーラニスモだったり、はい、セレナニスモ結構ねあのよくできてます。特に e パワーは本当にあのよくて、最近ねあの電気自動車もアリアが出てきて、はいはい、すごくあの僕どっちかというとあの日産のリーフ RC って分かりますよね、あのちょっと GT カーみたいな格好した電気自動車リーフの形してるんですけど、あれの開発とかもやってたんですけど、実はね、まあ、ここだけの話 GTR とほぼ変わらないぐらいのタイムで走れちゃうんですよ電気自動車。あの僕 EVSV EV のスーパーバイザーなんですけど、はい、まあ、電気自動車を広める仕事っていうのをしてるんですけど、うん、まあ、その加速性能だったり、うん、またねその、まあ、もちろんこの電気自動車が全てではないです。もちろんねこう、うん、どっかのねもう今会場の方ですかね、はい、速くてうるさくてねこうガソリン臭い車が好きな人もいますわかるんですよ、はいはい、ただやっぱりその皆さん電気自動車乗ったことあるよって方はどれぐらいいらっしゃいますかね。あ、多分ね乗ったことのない方の方が多いんですよ。ぜひねこの機会に、まあ、今日三重県の方多いんでプリンス三重県中21店舗あるので試乗だけでもねぜひ持っていただくと、そうですね、このレースカーとは違う、またそのうるさい速いではないんですけど静かで速い車っていうのが ね乗れますのでね。そうですね、そのリーフニスモ、そう、あのニスモリーフ RC ですね。あ、そうですね、ニスモは、はい、リーフ RC ですけどあれ01から02って2つあるんですけど、はい、01はあのリーフのエンジン、あ、エンジンが、あれ、あれモーターですね、はい、エンジンじゃないですね、エンジン積んだらえらいことですね、はい、モーターをあのそのままバッテリーもそのまんまあの後ろに積んだんです。だからガソリンタンクのところにバッテリー積んでその後ろにモーターとインバーターがあるんで、まあ言うたら RR ですよね。 RR ですね、はい、であの02は実はそれを前と後ろに通してる。2つ積んであるんですよ。そうです、確かに。だから4駆なんですよね。だからもう初め走った時に、なんだこのスピードはみたいなぐらいトルクと、もう、でもね、まあ、オフレコの話、あの初め制御を間違えて、あの後ろは前行こうとして、前はバックしようとして、あれあれなんかグググググ言って走らないんですけど、行かへんと言って、電気なんでね。そしたら、あ、ごめんなさい、制御間違えてましたとか言って。それあれですね、僕がちっちゃい時ミニ四駆作って走らせようと思って置いたら僕の足にぶつかったみたいな。あ、そうそうそう、そんな感じですね。そういうね、まあちょっと事件もあったんですけど、まあでもまだ慣れてないですからね。だからそういうのを作った時にはね、あの、まあ、こういうそういうのがあったんですけど、でもいざ走ってみるとね、ものすごいパワーです。だからニスモフェスティバルでも走ってましたけども、軽く220キロ超えます。ちょっとね、あの市場でね220キロ出されると困るので、安全運転でね、ぜひあの市場だけでも。いやもうあの鈴鹿サーキットをね、プリンスミエさん貸し切ってくれたらね、もう電気自動車でね、あの体験できますからね。あれあれ。上司の方。あ、上司の方隠れちゃいましたね。ね、そういうことができたら、まあ、ちょっと鈴鹿サーキットね借りれなくてもお店でも乗れますのでぜひ皆さん今日お時間ある方、このあとお時間あるよって方はぜひあの試乗もね。でもね、あれいいですよね、新型エクストレイルいいですよ。前乗ったんですけど、あの雪の上走ったんですけど、はい、あの四駆の制御ものすごくいいです。日産の今 e フォースっていう技術が、はい、もうす
何万分の1秒でこう、そうです、車のね、このタイヤをこう制御してくれて、普通だったら簡単に回ってしまうのは綺麗に形状円、僕多分僕いつかなんか載せたと思うんですけど SNS かなんかで、はい、オーテックのエクストレージ、綺麗に回ってました、はい、うちの YouTube でもね、エクストレイルの、はい、試乗インプレッションっていうのをしたんですけど、うん、まあ、僕その電気自動車を一応押すお仕事なんですけど、まあ、はい、E パワー半分電気自動車ですね。そうですね、はい、E フォースのエクストレイルはびっくりしましたね。いやもう本当あの制御は素晴らしいなと思います。なんでね、今日先ほど多分日産車乗ってるよってこう手を挙げてる方少なかったんで、うん、ぜひこの後トークショーがね、もうお時間大丈夫ですか、まだあとちょっ と、はい、でその後こうじゃんけん大会をして、はい、その後サイン会、写真撮影会、写真撮影会ですね。でその後あちらの方でね、商談したい方は、はい、していただいて、はい、でもね、乗って車ってやっぱりね、乗らないと固定概念あるじゃないですか。だから僕もやっぱりエンジン好きですけど、なんかちょっと電気抵抗感あるなとかって思う方多分ねいらっしゃると思うんですけど、乗ったら何これっていう、そうですね、ほんとそういうのがね、僕も初め RC の01でテストするときにどういう感じなんだろうなとかっていうのもあって、で今ワンペダルあるじゃないですか、はいはいはい、ワンペダルの技術って実は多分そこから来たのかどうかわかんないんですけど、僕が初めてその01乗ったときにアクセル抜いたときに車がこう止まらなかったんです。普通だとこうね、マニュアル車乗ったらエンジンブレーキかかるじゃないですか、はいはいはい、だからグーンってこうなるんですけど、それがならなかったんで、これなんとかそのエンジンみたいにこうエンジンブレーキを効かせることできないのかって言ったら、あ、できます、回転ブレーキ強くすればできますとかって言って、でそれをこう調整していって、アクセル離してでもこう、まあ、僕らデンブレって言うんですけど、デンブレをこうかけながらこう回れるような、そういうのもやりましたね。初めて聞きましたね、その話。本当ですか。よく電気自動車乗るとこう、はい、うん、アクセル離すとこうブレーキかかるんですよね、うん、回生ブレーキ、回生ブレーキ、そうです。それをきっかけを作ったのがかもしれない、かもしれないってことで、そう、初め全く止まらなかったんでこれちょっとブレーキだけで行っちゃうと、ね、ブレーキの熱結構持っちゃうし、ちょっとまずいよねって話で、で、あ、じゃあ確かに回生どこまで強くできるかなっていうのを結構いろいろやっていって、うまくでもそれで生まれたってことはないと思うんですけどね。それもね、ぜひ皆さん電気自動車も乗っていただいて体感していただきたいなと思います。そうです。はい。でね、ちょっとお時間が迫ってきましたので、うん、ちょっとね、最後の方になってしまうんですが、うん、来年ちょっとね、もう皆さん今ニスモフェスティバルも終わって来年の話を聞きたいと思うんですよ。なんかシリアスな話聞きましたね。ただね、ちょっとね、答えれない部分が多いので、それはまた日産さんからの来年の発表を待っていただいて、ね、はい、まあ、ちょっと今日ね、せっかくこれだけ お集まりいただいた、はい、多分全員が日産ファンだと僕は信じておりますが、はい、全員日産ファンで間違いないですよね。お、すごい。もう皆さんぜひね、来年は日産車に乗っていただいてると思いますので、その日産ファンの方に向けた、はい、でね、今日ずっとね YouTube でも配信してますので、まあね、通ってここに来れなかった方もいらっしゃいますし、はい、ね、もう都合でね、どうしても来れない方もいらっしゃると思うので、まあ、今日お集まりの皆様と、あと、まあ、画面でね見てもらってる皆様に、はい、日産ファンの方にぜひ一言 LINE して来年に向けた意気込みをね、はい、まずは。そうですね、はい、まあね、今シーズンに関してはね、本当にまあ、24勝目をね飾ることができて、まあ本当に一昨年じゃない、去年が一勝もできなくて、まあ、今年勝たないとやばいなと思って一勝して、とりあえず勝率増やせたんで、まあ来シーズンは25勝ですよね、まずね、はい、25勝して、
でどこから乗るかはね、またいつものね体制発表会が、多分1月なのか2月なのかちょっと僕は定かではないんですけど、まあ、そこでね僕自身もねどこへ乗るかというね発表もありますから、ぜひねそのあたりも楽しみにしていただいて、でねちょっとミシュランタイヤもね、そうですね、今シーズンでちょっといなくなっちゃうというか、ね、もうちょっと皆さん気にしてるね、もうここちゃうか、あそこちゃうかみたいな ね話はあるかと思うんですけど、それも楽しみに、ね、はい、ピレイちゃうかとかね、あ、違うかグッドイヤーグッドイヤーか、いいとこ行きますねまあまあ、いろいろね、噂は出てますけども、タイヤメーカーもね、ありますし、まあ、タイヤメーカー僕らもね10年ぐらいもミシュラン使ってたん で、ね、まあ、どこへ乗るにしても新たなチャレンジになると思うんで、タイヤメーカーがねガラッと変わってしまうんで、だから、ね、そこにねしっかりと結果をねついていくように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援また来年もよろしくお願いします。ということで、今日またつかない進行でお送りしておりますが、一旦トークショーは終わりですか。終わりで、この後皆さんお待ちかねのイベントが控えてますので、じゃんけん大会、じゃんけん大会、後出しダメですよ、後出しダメでちょっとその準備をしますので、一旦トークショーはこちらで終わりで、はい、じゃんけん大会の方に移っていきたいと思います、はい、ちょっとご準備しますので、松田選手このまま、はい、このまま、はい、はい、皆さんもそのままお待ちくださいね。ちょっとあれせっかくなんで僕のカメラでいいですか